土の塊だとか重なりの辻褄が合うまで付き合っていかなくてはいけないということで、私のタイミングでは終われない、土の辻褄が合うのを待つようにやっていく。生きて死んでいくっていう普遍的な時間の流れを生き物や植物の形を借りて表現したいとは常に思っていて、綺麗な花は素晴らしいですけど、私はそこじゃなくて終わりに向かっていく、そういう生き物のエネルギーに眼差しに興味があるなっていうのを思っています。まず動きが一番大事、そうじゃないと止まってしまうっていうのがあって、今にも動き出しそう、それが生きているものであるということっていうのは一番気は使ってます。花のようではあるけども、ここにその今まで観察してきた生き物たちの歩き方だったり動きだったり、そういうものは生かされてると思います。小さい頃から庭に出て、小さい頃から割とたくさんの生き物に囲まれて育ってきたので、鳥の羽の形状だとか花弁の並び方、虫の歩き方、そういうものはまあ自分の中でちょっとずつ溜まってきていて、その今まで溜めてきたその自分の生き物たちの記憶というか、そういうものと土の柔らかさ、花の枯れていくのに美しいとか、そういうところに憧れたっていうのもあります。興味のあることと今持ってる技法と、あとは柔らかい土であることを合わせて何ができるかって考えた時に生まれたのがこのシリーズでした。モノトーンの中で、色彩を作る、そこはちょっとこだわってるところではあるんですけど、モノクロ写真みたいに見る人の記憶、そこにいる時間を見た時に歓喜したいっていうのがあって、黒、グレー、白、そこのサイドというか色感で表現したいと決めています。将来こうなっていきたい作品っていうのは、いわゆる生命感の表現の一つとしてこういう細かい表現をやってきたっていうのはあるので、もっと細かくしていくんではなくて、もっとおおらかに、もっと余白のを見れる、そういう眼差しが自分にできたらいいなっていうのは思ってます。もっと土っぽかったり、もっと荒々しかったり、そういう要素を増やしていきたいなっていう理想はあります。